打率更新するわよ。あ、ボラ。何やってんの、ノリ。やばい。やばい。いや、キャラゲーすぎる。遅っ。やべやべやべ。スタートだ。めちゃくちゃ遅い。頼む、OK。キャラゲーすぎる。キャラゲーすぎるだろ。めっちゃずれたよな、今。あ、落ちる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 、帰ってこい帰ってこい。にゃー、キモいって。あ、バカ野郎さんお疲れっす。あんまりボール球ヒットはしばけぞ、マジで。雪に埋めてやりてよ。敵は敵となるからちゃんとやるよ。いやー、引っ張りにきよね。多分分かり合えない人種だ、これは。くれ、振るよね。ゲッツ。これが吉川直樹です。断言しても吉川と菊池以外投げません。ボルディ、マジボルディ。うん、でかい。入ったら入ったででかい。ボルディギリ1個分ボール。ナイスピッチ、怖い。ションこれ。あ、入れに行きました。今のは入れに行きました。じゃあ行きたい。参ります。稲子島参ります。リズムゲーム覚えなきゃいけない。外大会アウトダメですよ。どこどこの一番クロマティの威圧感、絶対覇王色放ってるわ。見えるもんね、もうここら辺に黒色のオーラが。黒色のオーラすぎた。今1試合目だけかもしれない。あー、 OK でよく耐えた。フェアゾーンに耐えてくれたことに感謝。あー、もったいない。でもこれタッチアップだから打率下がらない。戦略的タッチアップっていうの、強いて言えば。はい、来たこれ。地元に送り返すぞ、着払いで。落ちる。はい、これがライドラです。うん、バース、オッケー。にゃー。松井裕樹とさ、奥川のさ、縦セラさ、なんか変じゃない。早い気に投げちゃおう。オッケー、あざす。早いうちに投げちゃおう。これが、もさがりの秘訣です。さあさあさあ、石川さんとか来ない。あー、ちゃんと嫌い。右が得意なのか左が得意なのか言うてみな。晴れ、156キロがいきなり出ました。言ってください。あー、強いタイプ。はい、計画類に出なければなりません。そうですね。やばー。2球目打ちました。え、何シフトこれ。よっしゃ。とりあえず3で。やらかした。